現在のストリートスタイルのファッションを反映したモダンな外観のモデルカリフォルニア州ロサンゼルス2019年ストリートファッションは街を行く人のファッションの総称で特に新しい流行を生み出す若者のファッションのことを指すファッションデザイナーやアパレル企業が作り出すファッションではなくそれぞれの時代社会や文化を背景に街に集まる若者たちに実際に支持され 発信されるファッションのこと、時代の音楽やサブカルチャーの動向などと関連が深い。1990年代以降、特にその影響力が強まり、こうしたファッションをデザイナーがコレクションのテーマに取り上げることもしばしば見られる。モッツやヒッピー、パンク、日本の渋カジなどが代表的、ストリートスタイル、ストリートカジュアルなどとも言う。ファッションデザイナーや、 企業主導ではなく、ストリートにたむろする若者たちの中から自然発生的に生まれたファッションのこと。スタジオからではなく草の根のストリートウェアから生まれたと考えられるファッション。ストリートファッションは一般的に若者文化に関連しており、主要な都市部で最も頻繁に見られる。ニューヨークタイムズやエルのような雑誌や新聞は一般的に都会的で、 スタイリッシュな服を着ている個人の率直な写真を特集している。日本のストリートファッションは常に複数の非常に多様なファッションの動きを同時に維持している。主流のファッションはしばしばストリートファッションのトレンドを影響力として流用している。今日、ストリートファッションはますます人気が高まっています。ほとんどの主要なユースサブカルチャーには関連するストリートファッションがある。 流行に敏感な女の子スポーツ観光の影響ミラノのストリートスタイルロンドンのストリートスタイルオシャレなヘッドギアでポーズをとる若者たちサイエンスシティコールコタ2018年パリファッションウィークに参加するブロガーのアランカリニョありがとうございます